ドラグナイドラグナイドラグナイ、今宵僕らは友達のように歌うだろう。はい、ということで、最近これ流行ってますよね。これね、セカオワってやつですか。来るんじゃない、これセカオワブームに便乗して市民ラジオブームがね来ちゃうんじゃないでしょうか。はい、ということで今日はライセンスフリーラジオ、特に市民ラジオを始めるにあたってどうやってリグを手に入れたらいいのかっていう話をしていきたいと思います。それではももチャンネル行ってみましょう。ということで、ツイッターでも書いたんだけども、市民ラジオをね始めたい、もしくは始めたばっかりの方がどんなことをね知りたいのかなっていうのをちょっと聞いてみました。たくさん質問来たんだけども、その中からね、選んだものを順次ねまた動画の方で話をしていきたいなと思ってます。今日は一番最初、どういう風に無線機を手に入れるか、特に市民ラジオね、特定省電力無線とかデジタル回無線と違って現状市民ラジオって中古品しか手に入らないんですよね。今年か来年にラジックスさんからもう何年ぶりですかね、ソニーのね ICB87R が生産終了して以来ね、新しい無線機が発売される予定ですが、とはいえね、まだ中古しか選択肢がないので、どうやって手に入れるのかっていう話をしていきたいと思います。はい、でまず中古の市民ラジオが一番出回ってるところっていうのはご存知、ヤフーオークションです。じゃあヤフオクで探せって言われてもね、じゃあどうやって探すの、市民ラジオっていうカテゴリーがあるわけじゃないので、その探し方をね少し話したいと思います。でヤフーオークションにアクセスしたら、市民ラジオのほとんどがアマチュア無線のねカテゴリーに出品されているので、アマチュア無線のカテゴリーまで行ってみましょう。ホビーカルチャーの中のアマチュア無線っていうねカテゴリーがあります。で検索窓で、まあ合法 CB とかね市民ラジオとか検索してもいいんだけども、特に CB 無線とかって検索してみると違法 CB とかまでね引っかかってきてしまうので、一番いいのはソニーかナショナルの型番で弾くことです。市民ラジオの機種の多くはね、ソニー製か松下製になってるので、ソニーで使われてる ICB っていう型番か、松下で使われてるね RJ っていう型番で検索するといいと思います。試しにね ICB で検索してみましょう。はい、で ICB で検索すると、はい、やっぱ出てきますね。結構たくさん出品されています。ただ、まあ、ICB で検索して出てきたソニーの CB 機だったら何でもいいのかっていうと、そういうわけではなくて、まあ、実際のとここの中でロットアンテナ、そして8チャンネルのね機械を探してください。最初はねハンディ機を買うことが多いと思うんだけども、ソニーのハンディ機だったら ICB870 か ICB880 あたりね、この辺が、狙い目なんじゃないでしょうか。価格もね1万円ぐらいからあると思います。もうちょっと予算が出るんだったら ICB87R っていうね選択肢もあるんじゃないかな、まあ、87R だと、1万5000円から2万円ぐらいっていうねとこじゃないでしょうか。あとは松下機だとですね、ハンディ機だとまあ RJ410 ぐらいになっちゃうかな。RJ380 とか RJ480 っていう8チャンネルの機械もあるんだけども、正直性能的にはね劣るところがあるので、 S メーターはないんだけども、 ICB410 あたりだと結構ね、現役で使えるものが出回ってるんじゃないでしょうか。とはいえオークションは中古ジャンクね、どういうコンディションかっていうのが分かりづらいところはあるので、まあその辺はですねじっくり探すしかないかな。出品者の説明欄よく読んで、わからないことはね質問してより良いものね見つけられるように探してみてください。焦りは禁物です。登録こういう感じ。